ませんちょっとまたなんか書いてたんで、うん、いいよ戻って申し訳ない、ね、全然またそこに戻るって、うん、いいよ、まあ、池田先生のこの次男さんが、まあ、お亡くなりですよね、うん、まあ、それまあ、あの姿が仏鉢じゃないのかっていう動画もあったんですよ、うん、で、だから当時父がちょっとね、仏の方と仲良くなってお寺に行き出した頃に、うんうん、池田とこの次男が死んどるだろうみたいなことを父も言ってたんですよ、うんうん、いや それ知らなくて、それって初にでみたいな、うん、でそういうふうに罰が出てるわみたいなことを父も言ってたんですよ、うん、で私も そうだそうなんですかって、まあ、学会の幹部の人に聞いたら、うん、あなんかそうみたいね、うん、じゃあそれはでもそういうな苦しいことが起きるっていうのはやっぱりあれなんですかねって言ったら、いやそれは違うよ、やっぱりあのそういうね、まあ、そういう辛い経験をしないと、まあ、指導者としてはあの人の苦しみがわからないから、そういうやっぱりね、そういう同じような苦しい立場の人を激励するために、まあ、そういう先生はそういう経験をされたんですよみたいなことも聞いて、ああって納得したんですけど、こうやっぱこう自分にも苦しいことが起きないと人の苦しみってわからないですよね、なかなか。まあそれはそういう原理はあるよね、で戸田先生もなんか娘さんが亡くしてるって言って、でも信じする前って言ってたよ。あ、そうそう、それがそうなんです、確かに、うん、テープ聞いてたらそう、わしゃその時一晩泣いたって、もう泣いて泣いたって今ありましたよね、うん、でもその後がすごいんだよ、わしは会っとりますよって。あ、なんか聞いたことあります、 その娘に会っちょりますって、うん、会場がシーンとなって、まあ新人の監督の問題だよって、それで終わり。いやあれもすごかったな、新人の監督の問題だよ、わしは会っとる。池田さんは会ってないね、会えるわけがない、うん、その次男、つまりね、その表面上の現、どうしても表面上の現象なのね。もっと大事なことは紋章に合ってるか道理に合ってるかな、ってことは、なんでそんなことは断言できるかっていうと、池田会長は偽本尊を作っている人だ。そんなものがその試練を乗り越えたどうのこうのっていくら美辞麗句を並べたって、結局はそのご本、これ会うってのはね、結局ご本尊様の中で会うってことだ。だからで個人がちゃんと成仏してるっていうことがまず前提なの。だからご本尊様の中でこっちが境地明合した時に会えるわけ、感じるわけ。ところが成仏してこないわけですよ、偽本尊作ってるその大集団の長が。すると次男は間違いなく地獄に叩き落ちてる。そのものがご本尊様の中に入ってるわけがない。しかも彼は正しいご本尊をまず拝んでいない、会えようがないと。これが道理と紋章と、それでこう断定できるわけです。でそこにいくらでもその浸水者があの理屈をつけることは、それは自由に勝手にやんなってこと、何度も言えるでしょう。だけど我々はまあ断定もできないけど、極めて罰だっていう可能性が高いと思うのは、ちょうど7年後なんですよ、板本尊作って模造本尊作って7年後。だからっていうか、まあ断定はできないよ。であの時はまだ日蓮召集時代だからね、ちゃんと塔婆も立ててるし、写真もありますよ、当時戒名ももらってるはずです。だからそこはね、で戒心も一応は表面上はしたからね、だからあんまり不快をするべきことはないんだけど、ただそういう側面はあるんじゃないのとは言えるよね。そんな本当の強い信仰心があれば、何もわざわざ物理的になくさなくたって、なくす、子供をなくすような苦しみをね、ちゃんと監督できますよ。そんなこと言ったら、そこら中の自分の子供をなくさなかったら人指導できないじゃん。そんな不幸になる指導者がね、自分の子供をなくしていかなきゃ指導者になれないような、そんな信仰だったら俺はやんない。
そんなことしなくなんなくてもご本尊様ってのは一切法だから、その一切法の中に全てを監督できるっていうのが境地明言してるってことだから、境地明言してないからそんなこと言うんだよって。一切の喜び一切の苦しみは全部ご本尊様がいらっしゃるわけだから、我々が人を救っていくってことは何もわざわざ実体験として自分はそれをしなくたって、そんなこと言ったら誰にも一言も言えなくなるぜ。その人と同じ生活しなかったらあなたにも何も言えなくなっちゃう。そんなさ、ずっとパワハラ受けた、パワハラしたかもしれないけど、パワハラ受けてるけ、経験もないし、じゃあどっかでパワハラ俺が20年間受けてこなかったらあなたに何も言えなくなるってことになるじゃない。同じ原理を平行移動した。それは結局みんな池田さんに対する執着が何言ってもいい方にいい方に解釈しないと説明できないから。しかもみっともないじゃないの、世間にバレるの嫌だから、その本来の専門医じゃないさ、産婦人科医とか連れてくんだよね最初に。苦しがってんのに。え、そうだよ、みっともない話なんだよあれ。本当なら堂々とね、あ、もうひどい状態になったと、さっさとその専門医に連れていけばなくさなかったかもしれないんですよ。胃穿孔なんて簡単な処置で済むわけだから、胃にただ穴がパンと開いちゃったってことでしょ。胃潰瘍がまあ進行しちゃって、でその時にあの当時今でもそうだけど、病気するのは心身が弱いからだっていう、そういう指導性があるから、なんかそれがざまないわけよ。会長の息子がね、そんなことでってなるから、だからなるべくドクター部のその観光令敷けるところへ持ってったわけです。ところが行ったところが産婦人科医で専門じゃないから、ちょっと思った以上にひどかったわけだね。で結局あたふたしてるうちに泣くし、そういう落ち着きですよ。Thank you.
殺したようなもんだよ、自分の見栄のために。しかも跡継ぎとしては次男だったんだよね。器といい、やっぱりカリスマ性があったんだって。池田に似てるんだってよ。で長男は見るからにああいうひ弱で、なんつうかちょっとねっていうカリスマ性なんか削りようともないのが残っちゃって、だから彼にしてみればもう本当は世襲制で、今でもまあそれは思ってるんだろうけど、世襲制の本当の野望が大きく打ち砕かれちゃったわけよ。子孫は坊主じゃないですか、偽本尊作るから。だから一回はまあ作っちゃって、いくら懺悔して反省してないしね、そもそもは。そうやって10年後も見ろとか言ってんだからさ、だからやっぱりこの通りなんじゃないの。やっぱり人質すれば魂さえその目に記事に入り替われて子孫を坊主って、そういう報いを厳しく、でそれで深く反省してね、あの時にね本当に池田さんが心底ね、あこれは孫を失うなんて大変なもう罰だったんだって反省してれば、こんな大勢の学会に巻き込むこともなかった。どうやって今あの時から考えられないもう何百枚の人たちを道連れにし始めちゃったわけだよ。何度もチャンスはあったんだよ、反省する。あ三田町に怒られた時だってそうだよ、素直に心の底から反省してれば、芸家に叱られてそれでも居直ってるなんてのはね、そんなものは信仰じゃないよ、我々からすれば。俺なんかもう本当にもう切腹するくらいのことですよ、もう。警官に叱られなくて。